越谷市議会議員に立候補いたしました辺見正隆と申します。自分の公約は次の通りとなります。1つ目、越谷市議会にて外国人生活保護の件数、割合、国籍別などの実態を明らかにし公表し、議会にて廃止を訴えます。2つ目、外国人の国保税滞納の件数を、いや日本人の滞納率を明らかどうなっているか、こちらを明らかにし公表いたします。3つ目、実態の見えない委託事業、補助金事業を調査し、疑義があればこれを糾弾いたします。そして議員、役所の人間を関わっているであれば追及いたします。以上3点をもって私の公約とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、国保税外国人の滞納についてなんですけれども、私がおりました豊島区ではなんと 53% 国保税の 53% 滞納しておりました。外国人は2人に1人が国保税を払っておりませんでした。こんなのは制度として党に破綻しております。この外国人の国保税滞納を補填しているのは我々日本人であります。私は国民健康保険を外国人に使わせること自体に疑問を持っております。国民健康保険というのは日本人健康保険のことじゃないのか、皆さんもそう思いませんでしょうか。辺見正隆は越谷市議会において普通では教えてもらえない、聞いても教えてもらえない、そういった外国人生活保護の実態であるとか、外国人の国保税の滞納の実態であるとか、さらには成果が全く見えにくい、例えばですけれども道路を作ったなんて言うんでしたらば形に残りますんで分かるんですよ。それがですね、なんとかの支援で弁当を配ったであるとか、そういうですね成果の見えにくい委託事業、補助金事業を議員調査権を使って辺見正隆は調査いたします。東京都におけるコラボや若草のような疑義がある場合は糾弾いたします。議員や職員が関わっていたならばこれもついでに糾弾いたします。これを辺見正隆の公約にいたします。何卒皆様辺見正隆にご投票よろしくお願いいたします。越谷市にお知り合いのいらっしゃる方は辺見正隆ええよとお声掛けよろしくお願いいたします。